2日、市駅は、福岡県筑紫野市2日、市中央1丁目にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JB08、九州鉄道開業時より現存する九州最古の駅の一つでもある。JR 九州における、筑紫野市の代表駅で、普通、快速列車の他に、約半数の特急列車が停車する。 博多駅や佐賀駅などでは当駅に停車しない特急に関して二日市には停車しませんと自動放送や発車表などで案内している西日本鉄道における筑紫の市の代表駅である西鉄二日市駅とは徒歩12分バス5から6分程度の距離であるなお太宰府天満宮九州国立博物館からは離れているため 当駅からバスやタクシーで直通するか、西鉄二日、市駅まで移動して、西鉄太宰府線に乗り継ぐのが一般的である。佐藤栄作先生の慶徳飛駅のそばにある、佐藤栄作元総理の関日島式ホーム2面4線の設備を有する地上駅である。互いのホームは古戦橋で連絡している。かつてはホーム2面3線だったが、高速通過運転化により、 駅舎側の線路が撤去され、代わりに島式ホームが一面増設された。駅本屋は、太宰府天満宮をモチーフにしている。梅替え餅の店舗がある。バリアフリー工事が2009年11月に完了し、エレベーターエースカレーターを完備する駅となった。直営駅で緑の窓口、自動改札機、守護課に対応した自動券売機が設置されている。 2018年度の1日平均乗車人員は7584人であり、JR 九州の駅としては第24位である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、開業時の地名が由来。二日市とは市場のことで鎌倉時代に大勢の売り手と買い手が一緒に集まって取引をしたことから市が始まり、その市を毎月二のつく日に行うことから、 二日市と呼ばれるようになったのが、その由来である。二日市の地名が、最も古い記録に登場するのは1479年だが、それ以前から、市は行われていたという。駅舎にある、巨大山九州旅客鉄道 JB 鹿児島本線、快速大野城駅二日市駅、原田駅区間快速大野城駅二日市駅、原田駅区間快速、普通と風呂南駅二日市駅天杯山駅、 ありがとうございます。